ヘーゼルナッツ入りブラウンバターケーキバターケーキは主原料の一つとしてバターを用いたケーキである。バター、砂糖、卵、小麦粉、ベーキングパウダーから作られアメリカの主要なケーキの一つである。東量のバター、小麦粉、砂糖、卵から作られるイギリスのパウンドケーキが起源である。19世紀にベーキングパウダーやその他の化学膨張剤が発明されると パウンドケーキの材料でより軽く、ふっくらとしたケーキを作ることが可能となり、バターケーキにつながっていった。バターケーキを作るには、最初に空気を含んでふわっとするように、バターと砂糖を混ぜる。次に卵を少しずつ加えて、エマルションを作り、材料を混ぜ合わせる。バターケーキは、室温で保存し、濃厚でしっとりとしたものが最高だとされているが、冷蔵すると硬くなり、乾燥し、 香りを失ってしまう。そのため、冷蔵が必要なクリームチーズ、アイシング、カスタードクリーム等をデコレーションに用いるのは適して、いない。ジョヨーブベーキングステファニーリック・ジャワースキーバターオア・ショートンド・ケークスレシピ。サイモンシュスター・インク2010年3月16日閲覧。ありがとうございます。